皆さんこんにちは、田村です。田村です。いや今日もですね、僕は油壺マリンパークへ行ってまいりました。僕はっていうか僕だけじゃないんですけども、みんなでね。でこの間ダイオウイカの搬入終わって、これでもういただくものは全部終わったと思ったんですけども、もう一個実はあったということで、今日急遽ではないですけどね、1週間ぐらい前に急遽その話が決まって、取りに行ってきたというわけでございます。で今日は何を運んでいるかっていう と、ラブカですね。しかも横須賀市産のラブカ、すごいですね。観音崎のすぐまた近くに、でその漁師さんが、しかも取ったラブカを取った漁師さんが、カモイの人らしいんですよね。1983年だったかな。その人もね、もしまだご存命なんであれば、インタビューとかしたら面白いなと思ってるんですけども、そんな感じでちょっとこれから博物館にまた、運び込みをしたいと思います。こんな感じです。うわすごい大変です。安全運転で入っていきたいと思います。じゃあまた向こうに行ってから。さてラブカが博物館に到着しました。今日はなんとなくダイオウイカに比べるとみんなに余裕がある気がします。あれをやってればもう何でも大丈夫です。なるほど。マンパワー、これ開かなくなっちゃってるんですよね。ずっとそのまま今度ラブカを中央に寄せるんですが、やっぱりダイオウ動かさないとダメ、難しいですという感じで、ラブカが設置されました。顔がコミカルですね。これは、とりあえず仮置きということでここに置いてありますが、これから奥の方に移動するそうです。今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。